はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、敷金、民法622条の2について解説いたします。まあ、敷金については、アパートを借りたりとか、マンションを借りたりしたことがある方、払っていると思うんで、意外と身近な内容だと思います。まあ、ただ、これ条文の内容ちょっと今書いてるんですけども、これを見ると、なかなかちょっとイメージしづらいと思うんですね。なので、まあ、その部分を、わかりやすくですね、解説していこうと思います。で、まず、敷金って定義は何かというと、まあ、どういった内容か、どういった意味かというと、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務、その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭、お金、これが敷金っていうふうに、規定してるんですよ。条文では書いてあるんですね。まあ、ただ、これ読むだけではちょっと分かりづらいということですよね。まず、いかなる名目によるかを問わずっていうのは、その名称って関係ないですよっていう話です。まあ、敷金っていうかもしれないし、また別の名前を使うかもしれないけども、まあ、そういった名前は関係なく、賃料債務だったりとか、また賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を保証する目的で賃借人が交付するお金、賃借人が賃貸人に対して渡すお金、これが敷金だって言ってるんですね。これもうちょっとわかりやすく言うと、まあ、例えば、あなたがアパートを借りて、敷金として10万円を賃貸人に交付したと仮定します。まあ、AB 間の建物の賃貸借契約において、まあ、借主が貸主に対して敷金10万円をこう交付する。まあ、こういった場合ありますよね。で、この10万円って何のために交付するのかというと、これは賃借人が建物を借りて、まあ、その後もしかすると家賃を滞納するかもしれない。また、故意過失によって物が壊されてしまうかもしれない。まあ、そうすると修繕費用っていうのがかかってきますよね。例えば修繕費用は2万円、滞納した家賃が5万円。まあ、そうすると、後々この敷金っていうものがない場合っていうのは、賃貸借契約が終了した後に7万円、これ払ってくださいって、貸主が借主に対して請求するわけですよ。でもこれめんどくさいわけですよね。もしかしたら借主、賃借人はお金ないかもしれない。そのまま逃げられたら困る。ということで、事前に敷金というものを預かっておく。例えば10万円を預かっておけば、その後、賃貸借契約が終了して、滞納家賃が5万円あった、修繕費用2万円かかる。つまりこれ7万円かかるわけですよね。7万円かかるのであれば、7万円をこの敷金10万円から差し引いて、残り3万円を賃借人に返せばいいっていう話じゃないですか。こうすると、賃貸人、貸主側としては安心ですよね。つまり、こういった債務を保証するために、賃借人が賃貸人に交付する。逆を言えば、賃貸人が賃借人から預かるお金。これが敷金なんですね。OK でしょうか。まあ、簡単に言うと、まあ、賃借人の滞納家賃だったりとか、修繕費とか、これを賄うお金。これを事前に敷金として預かっておきますよ。もちろん、滞納家賃とか修繕費用かからないのであれば、預かったお金はそのまま賃借人に返しますよ。まあ、そういったお金が敷金なんだと。まあ、いうことです。で、続いてですね。まあ、ちょっと今話した内容と重複するんですけれども、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、賃貸人は敷金から債務の額を控除した残額を賃借人に返還しなければならない。つまり、賃貸借契約が終わりました。で、貸してた建物を返してもらいました。そういった場合、預かった敷金から債務の額を控除する。これ控除するっていうのは差し引くってことですね。今10万円敷金を預かっていて、で、債務の額っていうのは今の事例で言うと、滞納家賃の5万円。これ債務ですよね。賃借人の債務。また、故意過失で壊した部分の修繕費用2万円。これも債務ですね。この2つ、これを差し引いた残額なので、この額は7万円。10万円から7万円を差し引いた残額、3万円。これを賃借人に返還しなければならないっていう話です。で、ここポイントとなるのが、ちょっとこの部分なんですよ。
賃貸物の返還を受けた時なんです。つまり賃貸物の返還が先なんですね。賃借人は建物を借りてます。で、敷金預けました。で、賃貸借契約が終了しました。で、賃借人が建物を返した時に敷金を返せばいいって話なんですね。まあ、今回で言った敷金から、まあ、債務の額7万円を引いた3万円なんですけども、3万円を返せばいい。つまりこれ順序が大事で、建物を返すのが先なんです。賃借物の返還が先なんですね。借りた側は先に賃借物を返して、その後貸した側、敷金を預かっている側は敷金を返せばいいっていう順序です。つまり同時履行の関係にはないということなんです。もっと言うと、賃借人は敷金返してくれないなら建物を返しませんということを主張することはできないよっていう話なんです。先に建物を返して、その後敷金を返してもらうっていう流れになるんだっていう話なんですね。ここちょっと注意しておきましょう。で、もう一つあって、賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき、この場合も賃貸人は敷金から債務の額を控除した残額を賃借人に返還しなければなりません。これどういうことかっていうと、まあ、ここで初めてね、C さん出てくるんですけれども、まず A、B 間で賃貸借契約を結びました。で、A さんが貸主ですね。で、B さんが借り主で、建物貸しました。で、B さんは敷金を貸主に預けます。で、その後、賃借人 B さんが適法に賃借権を譲り渡した。C さんに賃借権を譲り渡した。っていう話ですね。で、この場合どうなるかっていうと、もう A、B 間の賃貸借契約、もうこれなくなっちゃうわけだから、この場合、敷金は B さんに返しましょうっていう話なんです。これはここの話ですね。まあ、さっきの事例で言うと、まあ、敷金から債務の額7万円を引いた3万円を返すっていう話ですね。じゃあ、これ C さんが新しいこう賃借人になるわけですね。この場合、C さんが A さんに敷金を預けると、まあ、いった流れになるわけです。まあ、これが2番の話ですね。で、続いて、賃貸人は賃借人が債務を履行しないとき、敷金を債務の弁済に充てることができる。これどういうことかというと、 B さん借り主は A さんに、まあ、10倍の敷金預けてますよね。で、この状況で賃借人建物借りていたにもかかわらず債務を履行しない、例えばこれ賃料債務、これを履行しない、つまり家賃を滞納しちゃったと、まあ、例えば5万円家賃だったと仮定しましょうか。その場合、敷金、預かっている敷金10万円ありますよね。これを債務の弁済に充てることができる。 A さんはじゃあこの敷金10万円から滞納家賃5万円差し引いときますねということができるって話なんですね。もちろんこれ敷金10万円が5万円になるわけなので、まあ後で B さん敷金10万円にするために5万円払ってくださいねっていう風に請求することは可能です。で、これは、主導権は、これ、貸主側にあるんですよ。賃貸人にあるんですね。賃貸人が、この敷金から差し引くよっていうのは、OK なんです。これは OK なんですけども、逆に賃借人から主張することはできないんですね。家賃滞納しちゃったから、この敷金から差し引いておいてください。って、賃借人から請求するってことはできませんので。あくまでもできるのは、賃貸人がもう仕方ないからじゃあ敷金から当てようか、これは OK だという話なんですね。ここはしっかり注意をしておきましょう。賃借人から賃貸人に対して敷金から差し引いてと請求することはできませんよっていう点ですね。これも試験で問われる可能性があるかなって思いますんで、ここしっかり頭に入れておいてください。まあ、今回は敷金の内容なんですけれども、まあ、意外と頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。まあ、もちろんこの定義ってすごく難しいんですけども、まあ、先ほど噛み砕いて解説させていただいたので、まあ、わかるんじゃないのかなと思います。まあ、実際にアパートを借りたり、マンションを借りたりしている方っていうのは敷金ね、預けているので、体験している方も多いと思うので、まあ、そういった方はわかりやすいかなと思います。まあ、今回話した内容ですね、すべて重要な内容となってくるので、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。